ろしくお願いします。お願いします。いや今日もね、漫才頑張っていこうね、元気も。頑張っていこう。まあね、ずっと黙ってたことなんだけど。どうした水臭いねお前。俺モテてんだよな、子犬になって。ずっと黙っといた方がよかったわ、それは。いや、子犬ってのはよ、無条件に女性にモテるだろ。まあ確かに女性は可愛いものに目がないって言うけどさ。だからこの、ジュノンボーイグランプリ顔の福山と、いや、お前書類選考内側だろ、どう見たら。まあ子犬が一つになったらさ、何が生まれると思う。お前と子犬が一つになったらか。それお前の顔した小型犬だよ、気持ち悪いな。ふざけんなよ。それどういう感情だよ、お前。え？お前あんまふざけすぎてっとよ。なんだよ。お前の通帳燃やすぞ。やめとけよ、お前。お金下ろせなくなっちゃう。まあな、子犬になるための内面の努力ってのもしてんだよな。いや無駄な努力だろ、やめた方がいいってマジで。まず自分の心にな、魔法をかけんだよ。いや、いい年越えて魔法はずいぜ、マジで。まあ、手鏡開いてな、ディグマグマヤコン、ディグマグマヤコン、かわいい子犬になれ。気持ち悪いよ、お前。気持ち悪すぎるだろ、お前。呪いじゃねえか、魔法じゃなくてよ。またはまだあんのかよ、お前。手鏡を開いて、またそれ使うんか、おい。俺は子犬だ、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 俺は子犬だ。怖えよ、お前。すげえ怖えよ。こうやって自分を洗脳してんだよな。いや、精神科掛け持ちしろ、お前。あと2日で洗脳が完了します。時間がありませんね、君が子犬になるまで。何以上が内面の努力だ。なんだこのクソみたいな話。なんか付き合った俺はバカだったわ。え、なんか子犬になりたいとか言ってないさ。もう国帰ってなんか畑とか手伝ってさ、親孝行した方がいいわ、お前。もちゃもちゃうるせえんだよ、お前。どういう感情なんだ、だから。え、もう俺はもう子犬ってさ、俺はもう子犬なんだよ。生粋のエゴイストだな、お前。こっちは遊びでやってんじゃねえんだよ。遊びであってほしかったよ、俺は。まあな、次な、子犬になるための外見の努力ってのもしてんだよな。だから無駄な努力なんだって、全部。子犬になったらさ、生活するときに服なんか着らんねえだろ。まあ、犬は着てねえけど、お前、まさかですよ。まあ俺、服着ないで生活する努力ってのしてんだよ。どんな努力だよ、お前。今着ちゃってんだよ、それで。もう努力失敗だよ。まあこの時間帯だったら、お前人目がありすぎて、お前裸だって変質者だろうがよ。まだ常識あってよかったと思う、俺は。昼間着てん。いや、昼間着ろよ、お前。なんで一番人目がある昼間に着ねえんだよ、お前。忘れてた、お前。なんだよ。首輪とリードつけてんだよ。いや、プレイダーもそれ。個室行けや、お前。まあ以上踏まえてな。こんな可愛い子犬がさ、お前外に出たらさ。外出んなよ。女が寄ってくるぜ。警察だよ、寄ってくんのは。それさ、まあこんな可愛い子犬さ、表参道の道をさ、練り歩いてたらお前、どうなると思う。裸の男が首にリードつけて歩いてたら、外国人観光客がお前に銃乱射してくるわ。お前ざけんなよ。どうやってざけんの。周りにあんのか。ざけんな。ざけんなよ、お前。なんだお前、洗脳完了したんか今。お前あんまふざけすぎてっとよ。え、お前のばあちゃんの年金手帳燃やすぞ。やめとけ、ばあちゃん年金受け取れなくなっちゃうよ。まあ一つ問題があるんだよ。なんだよ。飼い主がいねえんだよな。いや、一生見つかんねえわ、いい加減しろ。どうもありがとうございました。